そっか、重傷だなお前ら。世界一のストライカーになることよりもこんなサッカー後進国のハイスクールで一番になる方が大事か。ああ、お前らに聞く、サッカーとは何だ。11人で力を合わせて戦う、絆を大事に、献身的に、仲間のために教えてやる。サッカーってのはな、相手より多く点を取るスポーツだ。点を取ったやつが一番偉いんだよ。仲良し絆を起こしないなら、ラッド、いいんだ。そいつだってワールドカップ優勝してなくない？世界一になる話してんだけど。俺味方にアシストして1対0で勝つより、俺がハットトリック決めて3対4で負ける方が気持ちいい。エリック・カントナ曰く、チームなんてどうでもいい、俺が目立てばいい。ペレ曰く、世界一のフォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパー、どう聞かれても自分だと思う。世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。この国にはそのエゴを誕生させて、この299年の屍の上に立つたった一人の英雄をこの先へ進め。常識を捨てろ。ピッチの上ではお前が主役だ。己のゴールを何よりの喜びとし、その瞬間のためだけに生きよう。